はい、どうもこんにちは、山猿です。竣工計画やっていきましょう。まあ、ミッションはね、ガチャちょっと回したんですけど、うわ、80から120に一気にいくの？マジか。100じゃないのこれ。うわー、ガチャ回さなくていいかもしれないね、もしかしたらね。120以降がどう、ちょ待って、120以降どうなるかちょっと 見るわ。はい、あと1回よいしょ。OK。からの、これで120からの ?120 からの140ね。あー、ちょっとガチャ微妙かもしんない。わかんない。100が抜けてるのはなんでこれ。これは、あれかな、設定ミスかな、わかんないけど。はい、まあ抽選していきましょう。これ長押しではないのか。そういうのはないわ。はい、ちょっとね、話変わるんですけど、おっと、やばい。あれがない。ちょ、充電器どっかないどっか充電器ない？クソ投げえの、あた。俺どこまで話したっけな。まあ、ちょっとね、緊急でもないんですけど、まあ、ちょっと悲しいお知らせがありましたですね。まあ、悲しいお知らせっていうか、僕にとっての悲しいお知らせなんですけど、ちょっとね、ギルドメンバーの方がね、まあ、ちょっとね、その家庭の都合だったりとか、まあ、急に何も言わずに去ってしまったりとかで、ちょっとお二方抜けられてしまったんですよ。はい、まさかの二人抜けるっていう事態に陥りましてですね、はい、どうしたもんかって感じなんです。とりあえず急遽2名募集します。2名募集しますっていうか、まあ、募集させてください。はい、攻撃力は、まあ、20万以上。そうですね。あとは、まあ、S 級キャラ所持者ですね。一応、基準は。加入条件としてはそんな感じなんで、まあ、もしね、僕のギルド入ったよっていう人いたら、ぜひ、僕のとこ来てください。はい。20万以上ですね。はい。20万以下の方は申し訳ないんですけど、ちょっと、入れないので、そこだけすいませんが、よろしくお願いします。っていう感じかな。はい。ビンゴイベントは、まあ、うん。回してきゃなんとかなるっていう。300でこれ1個なんで、ちょっときついんですよね。強振のチップっていうね。これよくわかんないんですよね。なんか、テックパーツの強振倍率を上げるのに使用できるチップって書いてあるんで、別に強振するのに必要なアイテムじゃないのかな。強振した後に、なんかその、なんかサブパーツのなんか倍率かなんかを上げるとかそういうパターンなんかな。で、来てないんですよね。来てなくない？これどうやったら強振できるのこれ。一回落としてなんかアップデートかなんかしないとダメ？あー、アップデート来てたわ。アップデート来てた。はい、アップデートします。これで強振機能追加されるのかな？知らんけど。はい、戻ってきて。戻ってきて。からの？からの？強振機能は？強振機能は？強振機能まだ来てない？まさか。強振機能ないんすか？まだ。まさかの。19日に来るとか言っといて。なんだ？どれだ？まだできない。ああ、なんだなんだ、ああ、来た！急に来た！はい、なにこれ。3つも作れるの？ちょっと待って。倍率強化って何？じゃあまあ、最悪別になくてもいいっちゃいいのか、このチップは。倍率上げなくてもいいや、とか。おお。そっか。ああ、なるほどね、なるほどね。はい。これでパーツ強振を満たしてんの？これは何？これはもう、あれか。こいつのドローンのやつか。はいはいはい。で、パーツ強振でこれで。交換って何？装備解除。はい。交換ね。普通に交換するやつね。はいはいはい。で、殲滅装置で。何これ ?1、2、3、4、5、6、7、8?8 って何？なんで8なのこれ。精密誘導装置攻撃プラス 5%、 強化サブドローンのダメージ強化
強化効果プラス 10%。 あと100強振エネルギーでアンロック。あー、そういうことね。この下の総強振エネルギーが1000で、サブパーツ強振エネルギーが今1000で、強振倍率が1だからってことが。あー、で、あー、なるほどね。こう倍率上げて、こうどんどん増やせるよってことね。はー、なるほどね。え、でもこれ最悪なくて良いのでは。これ 4のやつ装備したらどうなる。これ1回解除して、1回解除の、これを4に変えたら、あー、550プラスされるのか。はー、なるほど。このサブドローン気になりますね、これね。じゃ、ちょっとやってみようか。じゃ、ちょっと試練の道やります。はい、スタート。で、これでドローンが、どうなんの？マジで。さあ、サブ。うわー、すげえ！あ、なんだ？あ、やっぱり、あ、俺の言った通りやん！おい！ほら、だから、ほら、言った、ね？言ったでしょ？だから僕、これが強振機能の、やつなんじゃないのって。全く一緒やん、デザイン。まあちょっと内容全然違うけど、あの花火みたいな感じではないけど、ほら言うたやー、やっぱりね、だと思ったんすよ僕は。じゃ、ボス戦までカットする。ボス戦まで。これどういう判定？あ、もう破壊者としての判定なんだよね、多分ね、おそらくね。ああ、今これ強化されてる状態ってことかな、これ。なんか破壊者がなんかこう膨らんだりしぼんだりするんですけど、これ強化されてる状態ってことなのかな。なんか泥、なんか破壊者の上になんか変なのがあって、なんかこれが強化してるってことなのかな。ドローンを強化してるのかな、これで。いや、わかんないけど。あー、そういうことか。なるほど。ね、攻撃サブドローンと強化サブドローンっていうのがあるから、赤いやつが攻撃サブドローンだ。で、上の黄色いやつが強化サブドローンだ。で、これ、強化サブドローンっていうのは一定の間隔で、普通のメインの、破壊者を、強化するよっていうことか。なるほどな。はぁ、あ、はぁ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 。もうこんなん、マジ、こんなんさ、ドローンゲージじゃん。マジで。待って、やらかした。俺、マス反響やっちゃったよ。先に。やっちゃったな、俺。先にやっちゃったから、やっちゃった、これ、俺。やんなきゃよかった。わ、これやってからやればよかった、マジで。うわ、もったいないことしたな、普通に。普通にもったいないことした。危ない、危ない、危ない。で、しかも俺、ちょっと待って、これ、俺、あれできちゃったから、やべ。うわー、俺、エターナルパトルスーツできちゃったから、これめんどくせー。これ、僕、いつもね、あれでやってるんですよ。わっふー。僕いつもあれでやってるんで、猛者の鎧でやってるんで、バチめんどくさいですね、これ。やべ、あ、これ負けるかもしれん。あ、これ負けるかもしれん、これ、俺。やべ。次もうダメージ、あれできないから、もう次死ねないから、僕。はい、はい、はい。あー、ほらね、ですよね。もうだから嫌なんですよ。でももうめんどくさいんですよ、エターナルバトルスーツは。いやー、まあまあ、でも言うてサブ、まあまあ、でも強いと思うけど、まあ、これを、別に何を してもいいんだね、別に。なんか、これらの性能がつくのかなって思ったけど、まあ、さすがにそれはなかったね。だからここら辺のやつを使って、まあ、下のこの、パーツ強振のやつを、まあ、解放していくって感じか。で、まあ、倍率上げるために、これ、使えばっていう感じですね。なるほどね。だから、最悪、買わんでもいいよね。別に、強振のチップ、ワンチャンいらないよね。まあまあ、強くなりたければ、使った方がいいんでしょうけど、最悪いらないね、別にね。必須アイテムじゃないから。はい、まあ、強振機能やってみたんですけど、まあ、でも、これいいよね。なんか、無駄になんないもんね。なんか、エターナルまで作っちゃったけど、なんか、また増えていくじゃないですか。エターナル以上はもう作れないから、でも、どんどん溜まっていくけど、まあ、ここら辺で、まあ、活躍するよっていう風になるから、悪くないですね、これね。むしろありがたいんじゃないかな。こういうところで。でね、3つも作れるから、で、多分他のやつらにもつくと思うから、これいいね、マジで。これいいと思う、普通に。で、強振のチップもね、必須アイテムじゃないから、
ね、無課金の人はそもそもこれができるのかどうかって話ですけど、いや優しいんじゃないですか。この今までのその神器コアだのね、そうサバイバー覚醒コアだのとはまた違う優しいアイテム来ましたね。いやこの機能は僕いいんじゃないですか。すごくいいと思います。なんか最近なんかダダサバちょいちょい良くなってってるよね。ね、少しずつ改善されている気がしなくもないって感じですね。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。さよなら、バイバイ。